半戦になります、はい、皆さん疲れてませんか？大丈夫ですか？リラックスして聞いてください。はい、それでは知ってる曲があったら一緒に踊ったり歌ったり口ずさんだり何でもしてくださいね。はい、何でも。はい、じゃあ元気にお願いします。はい、1曲目の君と歩いていく長岡はこの長岡の、商店街のアーケードのにも流れています。この曲の歌詞が長岡の素敵なところがいっぱい出てくるのでぜひ聴いてください。はい、
になるんですが、さっき東京くれないさんも昭和の曲ということでやっていましたけれども、私たちも70年代80年代の曲を、自分で選んだ1曲ずつメドレーにしましたのでお聴きください。はい、私から。Thank you.
が、アブさんの素顔。はい、2番目に歌ったのが松田聖子さんの青い珊瑚礁。考えてる、考えてる。渡辺真知子さんの3番目ね。え、3番目、カモメが飛んだ日。頭が飛んだ日じゃない、大丈夫。カモメが飛んだ日じゃない、カモメが飛んだ日、渡辺真知子さんでした。よかった。4曲目は本田美奈子さんの1986年のマリリンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。最後の曲です。ありがとうございます。1個前に出した、夢仲間一緒という、曲のシングルの曲を歌いたいと思います。こうやってアラフォーアイドル、もうまさかね、東京からこうやってはるばる来ていただいて、一緒にそれぞれ一緒にで本当に夢のようです。日本にはアラフォーアイドルいっぱいいます。同じ夢を持つ仲間に向けて歌った曲です。お聴きください。Yeah.
皆さん長くて疲れちゃったでしょうね。ねえ、もうね、本当にね、私も疲れました。やだ、汗もだらだらでね。ね、本当私たちね、デビューして2年になったんですけども、長いような短いようだったね。もう本当にいろんなことが、もうおかげさまでいろんなところで歌わせていただいて、ね、でもね、皆さんがね、こうやって応援に来てくれたりね、メンバーが健康でいてくれるので、もうすごい続けられる。嬉しいって感じるね、今日ね。いや、本当に。一人でもね、なんかちょっと具合悪くなったらできなくなっちゃうので、健康でいてほしいなと私は思ってるんですけど、おばちゃんよろしくお願いします。かしこまりました。ピンポイントで言うの？はい、それではね、せっかく東京から東京紅組さんが来てますので、最後コラボをしたいと思います。お願いします。総勢、5人たす4人は何人？キュウキュウでスペシャルな最後1曲をやってね。あ、マイク、ね、こうやってね、何かやればいいですね。ありがとうございます、ね、視線が怖い、すごい危ない。最後に1曲、フィンガーファイブの恋のダイヤル670を送ります。送ります。聴いてください。ハローダーリン、リンリンリリンリンリンリリン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 、ピン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 ピ
と楽しみにしてまいりまして、一生懸命あの身を粉にして汗を拭きながら練習してまいりましたなんてすごいプロバスみたいに言ってるんですけれども、今日は本当に楽しませていただきまして皆さんどうもありがとうございました。このたくさんの方々、今日は暑いですよ。ありがとうございました。暑い。忘れない気持ちを込めありして、本当に本当にとっても楽しかったです。本当にありがとうございました。ガンガーガールズのミーティです。ものすごく暑いですけど、とても楽しかったです。どうもありがとうございました。とはなれいこです。長岡に来るのは初めてだったんですけども、長岡のお客様の温かい声援だったり楽しませてくれてどうもありがとうございました。ガガガルズ皆様おはようでございます。多くは語りません。皆様お疲れでしょうか。私たちも疲れましたので私の方がでも嬉しいです。ありがとうございました。東京くれない組の桐生慶です。今日は一人 MC という初の挑戦をさせていただきました。すごいちょっと噛んでしまってうまくできなかったんですけども、皆さん温かく見守っていただきありがとうございます。本当に今日は楽しかったです。ありがとうございました。はい、今日は本当にありがとうございました。蔦屋書店、キーボ店さんにもご協力いただいて、このような素晴らしい場所でステージをできたことを感謝いたします。これからも私たち、夢、希望、元気、笑顔を皆さんに届けていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。東京紅組組長という名のリーダー、コーレン・ジュリアと申します。本日は長い時間ありがとうございました。私たちのですね、先月発売いたしました、百花繚乱、この曲は実はこの新潟で生まれた曲です。新潟の皆様に聞いていただけて、今日はとても感激しております。大丈夫です。はい、こちらで披露することができてとても嬉しく思っております。これからも頑張ります。ガガガールズさんには本当にこういう素晴らしい機会をいただきましてありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。お話しに来てください。はい、見てください。今日は本当にありがとうございました。